はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。シーズン4年目で、オープン戦の第3戦目ですね。まあ、オープン戦の最終戦になりますので、まあ、一応スターティングオーダーの方は、まあ、自分なりに決めた、まあ、オーダーになってます。ちょっとオーダーを見ていきましょう。野手ですね。1番がスピードスター、まあ、セカンドになります。ミート A、走力 S で盗塁も持ってアベレージヒッターも持っていると、まあ、まずはスピードスターが塁に出てもらうと。でそこから、まあ安定の強さのカラスマスクで、3番ミート S の米国紳士、まあ、威圧感持ってるんで、なんか威圧感って確か本人だけじゃなく前後もなんか効果ありましたよね。で、4番が英国紳士ですね。で5番がファースト森田くん、アーティスト持ち。で、6番が、高橋圭、7番が松潤で、8番がサンデー毛利、まあ、ここの8、9は完全に守備寄りの選手なんで、やっぱりね、肩 C、守備 C、守備職人、早球 A っていうところが、まあ、魅力ですよね、サンデー毛利は。で、こちらは球界の頭脳と佐々木戦術持ちと。で、先発は太田くんにお任せしますと。で、OK。相手は、西武ライオンズですね。で、今回は監督試合になってます。まあ、監督試合って言ってもね、監督がそもそもしょぼいんで選手の能力が良くても監督がしょぼいとね、負けるケースは全然あり得るんで。これどうすんだっけ、一発勝負とかよくわからん。低めに球を集めておくか。監督能力とか弱あ、お任せになってた。これは大丈夫だよね。センターフライ、いいねいいね。これでワンアウト、ランナーはありません。低めに球を集めていきましょう。ライトスライダー、見逃し三振。第3球を、あ、そうか、これあれか、相手が何を選んできたかだな。正面一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。太田上々の立ち上がりを見せて、立ち上がりは全然1回の裏いいね。攻撃に入ります。まあセンター返していいんちゃう。さあ時は5球目、投げました。おいったー、いきなりか。え、どうしよう、これ走ろう、盗塁しよう。第9、走れキャッチャー二塁送球、いいね。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。これどうしようかな、送ろうかな。カラスマスクちょっと送ってみよう。ライオンズここはバントシフトを敷きます。おい、大丈夫か、分かっちゃったよ。おいおいおい、ふざけんな。これでワンアウト、ランナー、じゃあそのままセンターに返してもらおうか。集中してきた。集中します。投げました、打ちました、これはショート正面、一塁送球アウト。やられたな。これでツーアウト、ランナーは二塁、変わりません。もう英国紳士はそのままフルスイングだよ。第4球を投げました、どんどん振れ。これは引っ掛けた、フラフラッと上がった。メヒア下がっていった、取ってこれでスリーアウトチェンジ。完全に打ち取られたな。菊池、まずまずの、まあまだ1回だしね。じゃあ内角勝負、そうだよね。流し打ちを狙う打者に効果的ですと。センター返し、あ、でも打率ダウンか。打ちました、セカンド、スター取った、セカンドから1塁送球、記録はヒットになりました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。秋山だからね、さすがだよな。これはどうしようかな、まあ、低めでいくか。あ、そうか、でも走ってくる可能性はあるかもしれないけど、まあ、とりあえずアウト1つ。パワフル先制のピンチを迎えます。あ、ボール球中心に投げると、まあ、ボールフォアボールになるかもしれないけど打たれにくくなるっていうのか。あー、ダメか。レフトバックホーム、森ナイスバッティングです。おお、ノーバウンドで返ってきた。狭いからかな。なんかいろいろ持ってる、警察持ってるよね、こいつ。警察全然ダメだ。クリーンヒット、ボールは中継、ライオンズ1点先制、連打されてんな。右バッターボックスは8番岡田、やっぱり低めに球を集めていった方がいいのかな。見逃し三振、バッターは9番キャッスル。これはどうする、まあ低めだな、やっぱり低めが一番安定する。痛烈な当たり、全然安定しねえし。ヒット、ボールは中継、ライオンズさらに1点追加。2点取られたか、もうちょっと点数を上げたくないな。1番に帰って長谷川、今日早くも2回のバッターボックス、投げた、打ちました。よし、いいね、これは大丈夫でしょう。森田掴んだ、ベースカバー、オーケー、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対0、さてうちも森田君引っ張ってもらおう。森田、
そうか、引っ張りって内角の球にいいんだ。内村ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト。高橋系はまあ足が速いからね。第3球をセンター返しで投げました。打ちました。ストレート155キロ出てんだ、めっちゃ速い。一塁キャンパスの横取りました。これでツーアウト、ランナーありません。まあ松潤もセンター返していいでしょう。投げました。打った。音はいいけどね。取られそう。フライですが取りました。これでスリーアウト。パワフル。結局この回ヒットが出ない。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは内村。向こうは2番からか。これは OK、 大丈夫。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番浅村。最初のバッターボックスは3番とかね、高めとか外角とか危険だから低め勝負。第5球投げました。見逃しの三振。 OKOK、 バッターは恐怖の核弾頭秋山。あ、でも外角って引っ張りを狙う打者に効果的なんだ。引っ張ってきそうだからな。まあでも低めに球を集めていこう。やっぱり基本だね、これは。よーし、空振り三振。ボール球で仕留めました。最後3回は全然良かったな。3で毛利はまあ普通に流してもらおう。投げた、見逃し三振。内角だったね今。バッターは9番コチヤ。引っ張ろうじゃん。4球目インコース引っ張った、クリーンヒット。さてこれでとりあえず塁に出てスピードスターだね。どうしようかな、まあ、スピードスターをね遅らせるのもちょっともったいないからね、まあ、センター返しでいくか。第3球は打ちました。セカンドゴロ、ゲッツーになるか。ゲッツーだなこれ。アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。完全に打ち取られた。序盤試合はこれから中盤4回に入ります。もう4回か。でもスケットメヒア、最初のバッターボックスは内野ゴロに。これは大丈夫でしょう。一塁送球アウト。よし、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。じゃあここでワンアウト、ランナーはありません。高めでいこう、三振を取りやすくなります。6番バッターとかはパワー C あるのか。ちょっと怖えな。ホフマンローボールヒッター持ってんね。ってことはあんまり低め勝負にすると打たれる。内角でいこう。インコース、よーし、空振り三振。冴えてるね。三振で仕留めました。さあこっからだよ。2、3、4。まずカラスマスクがな、ちょっと出てもらいたいから、流し打ちで投げた、打ちました。これは浅村、ボールを取る、一塁を送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さてバッターは3番ベイトマン。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、打ちました。これはダメか。左中間へ持っていきましたが取りました。これでツーアウト、ランナーありません。英国新車どうしようかな。第1打席はダイヤフライに倒れています。投げました、打ちました。鈍いゴロ、メヒア掴んだ。菊池取ってアウト、スリーアウトチェンジ。全然打てねえな。まだヒット1本か。4回、5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは岡田。そういうとこじゃないかな、まだ。まあここは低めに球を集めていくか。5球目投げました、見逃し三振。オッケーオッケー。バッターは9番キャッスル。こいつとじゃあ三振を狙っていこう。高めで投げました。超速攻、空振り三振。4連続三振。もしや長谷川、今日はセンターフライとファーストゴロ、打ちました。スター、ボールを掴んだ。今回も悪くないね。ちょっとな、2回の連打さえなければ。5回の裏、だいぶいいピッチングだったんだけど、森田くんはもうフルスイングしてもらおう。最初のバッターボックスはセカンドゴロ。オラケ、完全フルスイングだな今の。高橋圭はじゃあ第3球は打った、三遊間の打球、一塁送球、アウト。これでツーアウト。ヒットが出ないね。バッターは7番松田。第一打席はセンターフライに倒れています。打ちました、いい当たり。ポテンにはならないか。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。パワフル、三者凡退に打ち取られ。いやてか菊池強いな。パワフル、ピッチャーを交代します。お、ゲスが出てきた。試合は後半6回に入ります。ゲスってどういうやつだっけ。内村、今日は三振とセカンドフライ。低めに集めていくか。投げました、うわなんかすげえ。ボールはライナーで宇宙間へ。オリジナルストレートはね、オリジナル変化球。ナイスバッティングです。オリジナルストレートっぽかったけどな。浅村、今日はセカンドゴロと三振。引っ張ってきそうだな。さあここで何かを仕掛けてくるようです。スモールベースボール。投球はこれから3球目、打ちました。スモールベースボールだね、フルスイングか。ワンバウンドヒットになった。
監督の指示聞いてたのかあいつ。ってかめっちゃ打たれてんな。ピンチを広げてしまいました。ちょっとボール球中心でいくか、これは。あ、でもな。インコースのボール左へ。ヒットになります。アウトが欲しかったけどな。中継。ライオンズ1点入りました。3対0。アウトが取れない。やばいぞこれは。サードゴロ打ちました。よし。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。二塁ランナーホームイン。4-0。さらに1点追加。ノーアウトランナー一塁三塁。一つもアウトが取れないで変わる可能性がある。投げた。流し打ちどうだ。よし。オッケー。これでワンアウト。ランナーは一塁三塁変わりません。併殺持ってるからちょっと低めに集めていくか。投げた。ストライク。ナイスだ。右バッターボックスは8番岡田。ここまで2打席連続三振。高め勝負でいこう。さあ4球目打ちました。スター取った、アウト。ちょっとな、立ち上がりが悪かったけど。6回の表が終わって4対てか、うちにヒットが出ない。パワフル攻撃に入ります。3でモーリー、まあ長そう。モーリー第5球投げた。おりゃ打った。打球はファースト後方。また156キロ出るんだ。これでワンアウト。ランナーは6回なのに。バッターは9番コチヤ。これが2度目のバッターボックス。投げた。打った。浅村ボールを取る。正面だね。アウト。これで2アウト。ランナーありません。さてスピードスター、とりあえずセンター返して。セカンドへの併殺だ。打ちました。フラフラッと上がった内村。バックしていった。余裕があります。ポコポコもう掴んで、これで進んでいくな。うちの攻撃はわずか3人で攻撃が終わりました。ゲームはいよいよ終盤。完封されるぞこのままだと。この回のトップバッターはキャッスル。そうだな、もう高め勝負でガンガン押していこう。第4球を投げた。打ちました。モーリー。よしね。ショートから一塁送球。さすがだ、サンデーモーリー。キャッスル。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーはありません。やっぱりね、ショートの守備と肩は大事だよ。バッターは2番内村。今日4度目のバッターボックス。ちょっともう疲れてきてるかやっぱり。第3球を投げました。打ったに当たりだ。打球は宇宙間に上がった。カラスマスク無理か。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。内村ツーベースヒットを放ちました。次4番だっけ。ピッチャー交代です。伊藤が出てきた。交番ルーランナー一人を置いて迎えるバッター浅村。危険だな、本当に危険だな。ちょっとボール球を中心にしていくか。2アウトだしね。まあしょうがない。今日2本のヒットを放っている秋山。秋山か結局。まあ低めに集めていこう。さあここで監督は勝負に出ました。一発勝負。第3球を。そうか、使ってくるか、そりゃ。おい。した痛烈。打球はそのまま伸びていく。入った入った。ホームラン。完全にやられたな。バッター。こっちも一発勝負使うべきだったか。やっぱりこれは監督の采配だな。投げました。打った。抜いていった。あれ抜けんのか今の。ボールは中継。メヒアナイスバッティングです。バッターは6番森。今日はここまで3打数1安打。それは高め勝負でいいでしょう。次が5球目。見逃し三振。 OKOKOK。 7回の表が終わって7対0。ちょっと11本持たれてんな。7回の裏パーフェクトラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターはカラスマ。今日はキャッチャーフライト流し打ち。キャッスル。これは取られたか。これでワンアウト。でベイコク紳士引っ張ろう。第4球を投げました。打った。引っ張った。よしよしよし、いいんじゃん。になります。さあこれでベイトマン、いいバッティングフルスイングをするか引っ張るか。バッターはロ。いやここは一発勝負。今日はさあおらいけ勝負に出ました。一発勝負。第4球を投げました。一発勝負って別に選べないんだ。一発勝負を選んだらボールは中継。エイシンナイスバッティング。とりあえず出てくるかな。もう一回だな。そうするともうこれフルスイングしよう。投げた。おらいけ。およし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 、いいね。センター前クリーンヒット。センターバックホーム。森田いいバッティング。これはねもうこの点差だからね。あれそうか、犠牲フライっていうのはないんだ。高橋慶流し打ちすっか。5球は3球目投げた。おーキャッチャー取れない。パスボール。今拾った1点入った。やったー。1点。パワフル。ようやく1点を返しました。センター返し。完封は免れかな。打ちました。いい。こっから反撃ののろしだ。いいね。中継。パワフル。点差を5点に縮めました。バッターは7番松田。松潤。松潤は引っ張りでいこう。第3球を投げた。
打ちました。三遊間へのゴロ。おお。ここはファインプレーに。パープルフェンサーだな。やっぱショートの守備がいいと。菊池降板。右バッターボックスは毛利。今日は三振と。点数抑えられるな。サンデー毛利。センター返し。さあ投球は5球目。打ちました。ピッチャー返し。内村ボールを掴んだ。二塁アウト。スリーアウトチェンジ。まあでもそれなりの攻撃にはなったな。三点入ったし。8回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のホフマン。ここまで2打席連続三振。打った流し打ち。取れる？取れねえか。ホフマン、ナイスバッティングです。バッターは8番、岡田。どうしようかな。ここまあ、とかしてこないと思うんだけどね。まあ、ちょっと高めでいこう。第4球を投げた。おっと、おお、何やってんだお前。内角勝負。デッドボールの後の内角。おお、外れてフォアボール。これで満塁です。マジか。次は4球目、投げた。アウトコース高めに押し出し。出し押し出し。第3球を投げました。打った。セカンドの右。ゲッツーコースだ。ゲッツー。セカンドフォースアウト。いや、投げられないか。点追加。9対3。バッターは3番、浅見。ってるよ。これさ、変えられないんだよね。もう投げてもらうしかない。さあ、投球は5球目。打ちました。三遊間のゴロ。抜けた。サンデーもあれ取れないか。ボールは中継。ライオンズリードを7点に広げます。10対3。パワフル、ピッチャーを変えて。今日3本のヒットを放っている秋山。低め。第3球を投げました。これやん。打った。宇宙間へのフライ。おお、いいね。噛みました。さすがカラスマスク。これでツーアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。外角勝負。第5球投げました。外のボール引っ掛けた。打ち上げたね。フラフラッと上がった。取ってこれでスリーアウトチェンジ。8回の表が終わって。9番からか。さあ、ここは守備を変えてくるようです。おお、固めてきたね。パワフル。この回の攻撃はラストバッター。まずはセンターに返してもらって。先頭バッターはコチヤ。投げました。打ったに当たりだ。ボールはライナーでセットへ。定位置についてるね。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。さて、打順は1番に変えて、スター、まあ、流してもらって塁に出ると。流し打ち、どうだ。おー、さすがだ。1人になります。盗塁どうしようかな。すげー警戒されてそうだからな。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番、カラスマ。まあ今更な送りバントしてもね、勝ちを狙うんだったらやっぱり引っ張っていこう。投球は3球目。これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。いやでもまあ進塁だ。メヒア自分でベースを踏んでアウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。米国紳士はセンター返しだな。第5球投げました。打ちました。1、2塁間への当たり。1塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。2塁ランナ ー、すげえな。なんか投げ方がすごいね。トップバッターは斉藤。低めに集めていきますか。投げた。流し打ち。レフト線に飛んでいますが、ヒット。取れないか。バッターランナー一塁、原発蹴って二塁へ。やばいこれ。バッターランナー二塁蹴って三塁へ。おお、行かなかったね。斉藤、いいバッティングを見せました。守備力と走力がもう少しあれば多分取れたけど、そこまで求めるのは酷だからな。使ってくるね。ここで一発勝負か。投げた。打った。セカンド真正面。よし、まあまあまあ、しょうがないしょうがない。パワフル、なおもピンチが続きます。バッターは8番、岡田。低めに集めて、今日はここまで3打数ノーヒット。これを打ち上げたから大丈夫でしょ。このピンチを乗り切ればかなりでかいな。高めでいこう。三振狙っていこう。投げた。打ちました。セカンド1人横のフライになりました。取りました。これで3アウト。さて、最後の反撃ののろしを上げよう。9回の裏、パワフル攻撃。英国紳士、お前はフルスイングだ。ロマン溢れる長距離砲。おお、ダメか。森田、お前もフルスイングだ。投げた。打った。痛烈な当たり。クリーンヒット。っていうか菊池、完投させられんなこれ。ナイスバッティングです。バッターは6番、高橋。こっからな、どうやって繋げていくかだよな。流し打ちで行って、投げた。打った。ショートを掴みました。これで2アウト。もうこれ最後だから一発勝負使おう。さあ、ここで監督は勝負に出ました。勝負に出たっていうかさ、投げました。もう最後だから使ったみたいな。これはヒットになります。一塁ランナー二塁を回った。さて、次でヒットが出ればとりあえず1点返せるけどな。3点盛りだからな。第3球を投げました。打ちました。おお、いいね。頑張ったね、サンデーモーリー。パワフル、1点
展開しました。モーリータイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。さて、ピッチャー君流し打ちでか。第5球投げました。ストレート外れた。フォアボール。これでそしてスピードスター、どうしようかな。まあ、センター返しでいいか。投げました。アウトコースいっぱい。おー、やられたね。パープル悔しい。10対4か。あ、でも4点は取れたんだな。秋山本日4打点って。本当に今日は大活躍でした。総合評価いい。10対4。まあそりゃそうだよね。敗れました。勝利投手は菊池、対戦投手は見てもよくわからんな。打ち取られたか。1回裏。2回表先制タイムリーヒット。2回表、あ、そっか、ここか、連打されたとこだな。観客少な、こいつだからいくら取ってんだろう。学校って再三取れないよな絶対これ。あ、そう、でもね、4連続奪三振してるからね。まあ内容的にはね、悪くはなかったと思うんだよね。ゲスがな、ちょっと交代してからいきなり打たれちゃったかんな。ゲスからタイムリーヒット。イカオから、そっか、スリーランホームランも、秋山これでスリーランホームラン打ってるから4打点だ。空間に当たったな今。てか、うちの活躍はっていう。うちの選手の活躍がほとんどない。まあ愛国紳士もね、今回ちょっと活躍できなかったのが痛かったかな。てかそもそもね、やっぱね、監督がしょぼすぎるんだよ監督が。あ、これもう戻っちゃったか。ヒットでも9本打ってるといえば打ってるのか。14本打たれてるけど。成長報告。お、イソッチのカーブが上がった。いいなこれは。結構上がったねみんな、なんか。カリンちゃんはもうこれあれだな、もう下がり気味になってるから、ちょっと今季で終わりかもしんないですねカリンちゃん。まあ代わりにカリミックスっていうのが入ってきたから、カリンちゃんちょっともう、カリンちゃんもう解雇しようかなこの場面。できんのかな。始まった瞬間解雇とか。かわいそうだけど。ペナントレース開幕2019年3月29日、ペナントレースが開幕ですと。一番最初はソフトバンクスか、ソフトバンクスじゃなくてソフトバンクホークス。というところで、じゃあちょっとね、最終戦の、オープン戦がかなり不安な感じになってしまいましたけれども、まあ、やっぱりピッチャー陣がね、踏ん張れないっていうところがまだ一つ課題ですかね。あと絶対的エースの不在ですね。というところで、じゃあ次回は開幕戦からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。